ナンバーアンダーラインアイ、アメリカの大舞台コ茶チャーラに挑戦このフェスティバルは、米国現地時間の4月12日から14日までと19日から21日まで2週間にわたって開催されます3人からなるグループナンバーアンダーライン愛がアメリカのカリフォルニア州に位置する世界最大の音楽フェスティバルコチャーラバレエミュージックアーツフェスティバル2024通称 コーチェラに出演することが決定しました。このフェスティバルは、米国現地時間の4月12日から14日までと19日から21日まで、2週間にわたって開催されます。数多くのアーティストが夢見る舞台であるコーチェラへの出演は、彼らにとって非常に重要なステップです。しかし、その重要性は、単にステージに立つことだけではなく、 アジアの音楽シーンを世界に広める上での大きな意味も持ちます。88ライジングが主催するスペシャルステージに出演するということは、アジアの才能が国際的な注目を浴びる絶好の機会です。このステージには、新しい学校のリーダーズやウイチなど、様々なジャンルからのアーティストが集まります。そしてその中に、 日本からの注目株であるナンバーアンダーライン愛 i も含まれています。ナンバーアンダーライン愛 i が出演するのは、アメリカを拠点にアジアの才能を世界に発信する音楽レーベル兼メディアプラットフォーム、8 8ライジングが主催する特別ステージ、8 8ライジングフュ u t u r です。このステージには、日本からは青春日本代表をコンセプトに活動する新しい学校のリーダーズ、 沖縄出身のヒップホップクイーンウイチ、そしてグループ結成直後から注目を集めるナンバーアンダーラインアイ、そして各種配信チャートで1位を獲得している音楽ユニット夜遊びが出演します。コーチャーラには他にも、中国からはキシンリュや韓国からはタイガー JK、ヨーンミラエなど、世界中から実力派アーティストが集結します。 ナンバーアンダーラインアイはこの大舞台に向けて世界最高峰のコーチャーラに出演することはナンバーアンダーラインアイにとって夢の一つです。今回88ライジングフューチャーアースに参加させていただくことになりました。こんな素敵なチャンスをくださり本当にありがとうぶちかましますと意気込んでいます。他のアーティストもそれぞれのコメントで出演を喜び、 この舞台でのパフォーマンスに向けての意気込みを語っています。この舞台は日本の音楽シーンが世界に向けてさらに進化していく一端を担うものとして注目されています。特にナンバーアンダーライン愛のような若手アーティストが世界の大舞台でその才能を披露することで日本の音楽文化の魅力を世界に広めるきっかけとなるでしょう。さらに ナンバーアンダーラインアイが所属するレーベルトベの存在も大きな影響力を持っています。トベはアーティストたちの才能を最大限に引き出し、世界に向けて発信するプラットフォームとして注目されています。彼らがこの舞台でどのようなパフォーマンスを見せるのか、ファンや音楽業界全体が大いに期待しています。紅茶チは世界中から多くの音楽ファンが訪れるイベントであり、 その影響力は計り知れません。このフェスティバルを通じて日本の音楽が世界中でさらに注目されることでしょう。日本のアーティストがコーチャーラという世界的なステージに立つことは日本の音楽シーンにとって大きな一歩です。彼らのパフォーマンスがどのような反響を呼ぶのか世界中の音楽ファンが楽しみにしています。 このコ茶チャラでのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは日本の音楽シーンにとって新たなる歴史の1ページとなるでしょう。彼らが世界にその才能を示す姿を多くの人々が期待しています。コ茶チャラでのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが彼らのこれまでの活動をさらに高みへと押し上げるものとなることを願っています。コ茶チャラには他にも 中国からキシンや韓国からタイガー JK、ヨーンミラエなど、世界中から実力派アーティストが集結します。これからも、世界の音楽シーンで活躍する日本のアーティストに期待しましょう。ナンバーアンダーラインアイは、平野翔神宮寺優太岸優太の3人からなるグループで、これまでの活動で国内外でファンを魅了してきました。そして、 この度のコーチェラ出演は彼らにとって大きな夢の一つの実現です。彼らの出演はアジアの才能を世界に発信する音楽レーベル88ライジングが主催する特別ステージ88ライジングフューチャーアースでの出演が決定しました。このステージには他にも青春日本代表をコンセプトに活動する新しい学校のリーダーズや 沖縄出身のヒップホップクイーンウイチ、そして配信チャートで成功を収めている音楽ユニット夜遊びなども出演します。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは、この素晴らしい機会に感謝し、自分たちのパフォーマンスで会場を盛り上げる意気込みを語っています。彼らが、ぶちかまします、と宣言するように、自信と情熱を持ってコーチェラのステージに立つことが期待されています。 この出演に関連して、他のアーティストたちもコメントを寄せています。新しい学校のリーダーズは、日本のカルチャーを背負ってアメリカ最大のフェスに出演することを誇りに思い、88ライジングのステージで音楽を楽しむことを約束しています。ウイチも、88ライジングフューチャーアースのステージに出演できることにワクワクしており、 自分の才能を世界に披露できることを光栄に思っています。一方、夜遊びは海外でのパフォーマンスを通じて自信を得ており、コーチェラでのパフォーマンスに向けて楽しみにしています。彼らはファンとのコミュニケーションを大切にし、会場での盛り上がりを期待しています。このように、No.1 I のコーチェラ出演は日本の音楽シーンにおける大きな一歩です。 彼らの成功は日本の音楽が世界で認められる一例であり、彼らの活躍がさらなる注目を集めることでしょう。こうした出演はアジアの音楽シーンが世界に広がる上での重要な一歩です。その意味では彼らのパフォーマンスはただの舞台上の一瞬だけでなく、アジアの音楽の未来を象徴するものとも言えるでしょう。あなたは彼らの出演についてどう思いますか 彼らのパフォーマンスがコーチェラにどのような影響を与えると思いますかそして、アジアの音楽シーンが今後世界でどのように発展していくと思いますかぜひ、あなたの考えを共有してください。最後に、この出演が日本の音楽シーンにとってどのような影響を与えるのか、そしてアジアの音楽が世界にどのように受け入れられるのか、興味深い点です。 これからの数年間で彼らの活躍がさらに注目され、アジアの音楽が世界中で愛されることを願っています。